テンプリオスは聖書で予言されている第三神殿となるように設計された聖書をテーマにした軽量のオペレーティングシステムです。アメリカのプログラマー、テリー・エデイビスによって作成されました。テリー・エデイビスは彼が後に神からの啓示として述べた一連のエピソードの10年後に単独で開発しました。システムはドストターボシーの混合に似たインターフェースを使用した。 最新の X86 から64コマドを64として特徴付けられました。デイビスは 640X480 解像度、16色ディスプレイ、単一音声音声などのシステムの機能を明示的に宣言しました神から彼に指示された。ベーシックの代わりに C 言語のオリジナルのバリエーションでプログラムされ、オリジナルのフライトシミュレータ、コンパイラー、 カーネルが含まれていました。テンプリウスは2013年にリリースされ、最後に2017年に更新されました。これは技術コミュニティで大きな好評を得て受け取られ、デイビスは小さなオンラインのフォロワーを獲得しました。彼は2018年8月11日に亡くなりました。テリー・エイ・デイビス2000年頃テリー・エイ・デイビスは1996年に 定期的な彼病エピソードを経験し始め、精神病院に何度も滞在しました。最初に、双極性障害と診断された。彼は、その後統合失調症であると宣言され、彼の生涯にわたって失業者のままでした。彼は、宇宙人と政府のエージェントの妄想に苦しみ、精神衛生の問題のために一時入院した。自己記述の掲示を経験した後、彼は、 神と直接コミュニケーションをとり、神は彼のオペレーティングシステムが神の第三の神殿のためであると神に告げたと宣言しました。デイビスは2003年頃にテンプリオスの開発を開始しました。彼の初期の名前の一つは、1986年の映画プラトーンのシーンを指すルザタースに名前を変更する前の J オペレーティングシステムでした。2008年、デイビスは ルザタースは主にビデオゲームを作成するためのものだと書いています。ルザタースはネットワーキングやインターネットをサポートしていません。私の知る限り、それは車輪を再発明するでしょう。彼が使用した別の名前はテンプリオスに落ち着く前のスパロスでした。2013年半ばに彼のウェブサイトは次のように発表しました。神の神殿は完成しました。今、 神は CIA が広がるまで殺します。デイビスは2018年8月11日に電車に引かれた後に亡くなりました。テンプリウスは64ビット、ノンプリエンプティブマルチタスク、マルチコア、パブリックドメイン、オープンソース、リングレイのみ、レクリエーションプログラミング用の単一アドレス空間、ネットワーク化されていない PC オペレーティングシステム。OS は ソースコード内のグラフィックを使用して8ビット ASCII を実行し、16色で 640X480VGA で実行される 2D よび 3D グラフィックライブラリーを備えています。最近のほとんどのオペレーティングシステムと同様にキーボードとマウスをサポートしています。ISO 9660FAT32 よび REDC ファイルシステムをサポートし、 ファイル圧縮をサポートします。デイビスによると、これらの仕様の多くは、神から彼に指示されました。彼は、限られた、解決策は、子供たちが神のためにイラストを描きやすくすることだと、説明した。オペレーティングシステムには、オリジナルのフライトシミュレーター、コンパイラ、およびカーネルが含まれています。バンドルされたプログラムの一つである、アフターエジプトは、プレイヤーが、 高速ストップウォッチを使用するために燃える茂みに移動するゲームです。ストップウォッチは、デイビスがビジャボードボードと異変に例える疑似ランダムテキストを生成するオラクルとして機能することを目的としています。生成されたテキストの例を次に示します。委任された刑罰の結果のひねりのチェック述べられた保持感覚水論空逆境ダコダリップ苦しみ、近づきましたテンプリオスは、 C 言語および C で、デイビスが開発したホルクと呼ばれるプログラミング言語で作成されました。ホルクは、デイビスがテンプリオスのプログラミング言語として開発した C 言語のバリエーションです。シェルと対話し、シェルからアプリケーション全体を作成および実行するために使用されます。テンプリオスに付属の IDE はコードへの画像の埋め込みなど、 いくつかの機能をサポートしています。それは標準の ASCII ファイルに埋め込まれるハイパーテキストリンク画像 3D メッシュをサポートする標準のテキスト形式を使用します。ファイルにはソースコードのコメントとして戦車の回転する 3D モデルを含めることができます。コードはじっとコンパイルとできます。デイビスは最終的に OS 向きに10万行を超えるコードを 作成しました。テンプリオスは、ほぼ好評でした。技術ジャーナリストのデビッド・カッセルは、これは、プログラミングウェブサイトが、デイビスに対応するために必要な忍耐と理解を、見つけようとしたためとの意見を述べました。テックリパブリックとオスヌズは、読者とスタッフを対象とした敵意のあるコメントで、デイビスが禁止されていたにもかかわらず、デイビスの仕事に関する、肯定的な記事を公開しました。 テックリパブリックのレビューでジェームズ・サンダースはテンプリオスは技術力を発揮している一人の男の献身と情熱の証です。それ以上のものは必要ありません。オスヌズエディターのクロック・ケイマンは OS がコンピューティングは今でも趣味であり得ることを示しています。最近誰もがそんなに真面目なのかを示しています。アップルのようにとんでもない。2017年 OS は フランスのブーローニュで行われたアウトサイダーアート展の一部として展示されました。デイビスの死後、オスヌズの編集者であるトム・ホルウェルダは、デイビスは明らかに才能のあるプログラマーであり、オペレーティングシステム全体を書くのは簡単なことではなく、精神疾患の影響を見るのは悲しかったと書いています。一人のファンはデイビスをプログラミングの伝説と称し、もう一人のファンは、 コンピューターエンジニアでテンプリウスの開発を一人で作った超高層ビルと比較しました。エンジニアは以前にデイビスと長々と話をしており、デイビスは彼の病気がなければスティーブ・ジョブズまたはスティーブ・ウォズニアックであったと信じていました。彼は一人の男がそれをべて書いたことは実際に私の心を揺さぶる、そしてオペレーティングシステム全体を単独で書くのは 素人にとって驚異的な成果を理解するのは難しいと付け加えた。別のコンピューターエンジニアは、テンプリオスには他の開発者が達成したことのない革新が含まれていると言いました。ありがとうございます。